ルームツアーをしていきたいと思います。ドアが、見てこの梅のシャワー、何見たことないんだけど。今日泊まるホテルはこちら、このランドレジデンシャルホテル札幌スイーツっていうところに泊まりたいと思います。ここすすきの駅から徒歩で行けるくらい、10分もかかんないくらいかな。で、周りにいろいろあるのでここにしてみました。では中に入ってみましょう。では今日泊まるランドレジデンシャルホテル札幌スイーツのルームツアーをしていきたいと思います。ドアから入ってきて、このソファーよ、おしゃれじゃない？おしゃれだね。こじんまりとしてるけど、インテリアがおしゃれだよね、この部屋。うん、新しいし、ね、新しい。で、ベッドなんだけど、キングサイズのベッドが2台あります。広々寝れるね。めっちゃ広いよ。まあ並んではないけどね、なんか向きが違うんだけど、これでね、別々に寝られるというね。お互いの睡眠を邪魔したくない人におすすめだね。そうだね。で、この部屋一応まあホテルなんだけど、コンドミニアム型みたいな感じでキッチンもついてんのよ。まあ一通り全部揃ってる感じなんだけど、全体的にもうあるものが全部おしゃれじゃない。おしゃれだね。家電がおしゃれ。ケトルと、この電子レンジと、なんだっけこれ、冷蔵庫。これさ、全部さ、色合いがこう揃ってるんだよ。黒で統一してあるよね。うん、高級感がある。冷蔵庫もさ、ちゃんと大きいよね。これホテルとかにあるのってさ、ちっちゃいのがあるじゃん。あるね。ここはやっぱキッチンだからね、ちゃんと料理できるように大きめの冷蔵庫がついてるっていうのも嬉しいポイントです。こっちの方にはシンクと IH ついてるんだけど、シンク超ちっちゃいね。ミニマムだね。 IH も一口あれば十分か。ちゃんとね、調理器具もそれなりに揃ってて、全部統一してあるんで黒。ただ食器は白い。モダン系が好きな人にいいかも。ああ、そうだね。で、鍋と、でっか普通に鍋できるね、これ。ちょっと使い込まれたフライパンがあって、まな板。あ、包丁は部屋には置いてなくって、フロントで貸してくれるみたい。まあ、箸とフォークとスプーンがちゃんとある。食器は全部4人分あるね。なんか地味なことなんだけどさ、うん、この手すりついてるの嬉しいよね。あ、そうかな。タオルかけられるじゃん、手拭く。こういうの地味に嬉しいよ。ちょっと待って、このチャンネルではお得に旅行するための情報をお届けしています。安くてもいい宿に泊まりたい人や、交通費を抑えてその分美味しいものを食べたい人におすすめです。チャンネル登録お願いします。バスルーム、一応ユニットバスではないけど、脱衣所兼洗面所兼トイレ、そうだね、があるって感じ。まあすごい最新式ですからね、ここのトイレは、うん、バッチリです。でもやっぱお風呂とね、トイレが一応分かれてることで、複数で来た時は使いやすいから、スケスケなんだけどさ、ここちゃんと閉められますので。そうだね。で、はい、洗面所、洗面台がちゃんとついてるって嬉しいね。嬉しいよ。広いし、意外と清潔感、清潔感あるね。で、アメニティもちゃんと置いてあるからね。一応全部4人分あるみたい。あ、ボディスポンジだこれ。結構さ、タオルで洗うとか嫌だったりするよね。なんか水含んで泡立たないみたいな感じあるからさ、うん、そういうボディスポンジがいいかも。なんかタオルで洗うって家でやんないからさ、洗うものが別にあると嬉しいね。で、ドライヤーが、タオルも4枚ずつあると。で、ここのホテルの特徴と一つと言ってもいいのが、このお風呂なわけよ。なんと全室かわかんないんだけど、スパバスが備わっております。スパバス、すごいおしゃれ、ね、おしゃれだしさ、なんか、え、シャワーが、見てこの梅のシャワー、何見たことないんだけど、上から出てくるのそれ。ホテルってさ、だいたい蛇口ひねって出すじゃん、お湯ためるとき、うん、でもここはちゃんとお湯張り機能があるし、追い炊きもあるし、呼び出しもあります。家じゃん。家だ。え、
アフィールライトで、ライトつくんじゃないこれ。バブリーになるってこと。バブリーになるね。あ、ジェットある、ジェット。すごこれで旅をで疲れた体も癒せると。めっちゃいいじゃん。札幌とかさ、結構歩くイメージ、歩いて観光するイメージあるから、歩き疲れたところに帰ってきてこのスパバスよ。最高だね。洗い場としてはそんなに広くないんだけど、うん、お風呂がちゃんとついてるホテルって嬉しいね。で、シャンプーとコンディショナーとボディウォッシュがあります。それは何なの。シャワー。マイクみたいだねロックスターのマイクじゃん。確かに、こうやってやるやつ。すごい。あ、強め。めっちゃ強くない。強い強い。今まで見たことない黒だ。一番いいお風呂だね、今までで、ね、で、このホテルを見つけたのは、うん、まあ、ネットでいろいろ探してたのね。エアビーとかいろいろ見てたんだけど、偶然一級 .com を見てみたのよ。なんか結構さ、おしゃれでいい感じの部屋が見られるサイトなんだけど、予約サイトなんだけど、ここ実は一泊二人で4500円なのよ。激安じゃない。激安。そう、見つけた時もめっちゃびっくりして、桁1個間違ってんじゃねえかと思ったんだけど、ね、これで4500円みたいな。1人2000円ちょい。2019年の6月にオープンしたばっかりのホテルなのね。口コミもめっちゃ良くて、やっぱ新しいし広いし綺麗なのに、ススキノにも近いのにめっちゃ安いみたいな、うん、だって4人で泊まれるんでしょ。実は4人で泊まっても4500円なの、この部屋。やばい、1人1000円台。そう、スペース的にも結構広いから、家族旅行もいいし、まあ、友達だったらね、うん、すごい仲が良かったら4人で泊まってもここのホテルは駐車場がついてなくって、うん、うちらもレンタカーで来て近くの駐車場に停めてきたんだけど、そこだけが難点かな。はい、ということでランドレジデンシャルホテル札幌スイーツに一泊してみて、控えめに行って最高でしたね。最高だね。この値段でこのクオリティはやばいと。やっぱ安いから家族連れもめちゃくちゃいいし、でカップルで来ても楽しめるよ。ベッドは、まあ、キングサイズのベッドなんだけど、うん、シングルが2つ合わさってるだけなんだよね。そうだね、実はね。まあ風呂は最新だよ、ジャグジー。背中にこうジェット噴射がバーってくるやつ。そこまで強くはないんだけど、うん、温泉にあるような感じで強くはないんだけど、背中のやつと、あとこの肩のところになんか枕みたいのがあるんだけど、そこからこう水がシャーって出てくるからあったかいみたいな。ここがゆっくりできるよね、そこ。あとね、打たせ湯があったり。そう、バーって打たせ湯が出せる。初めて見たよね、あんなの。シャワーが何種類あった。打たせ湯と上から降ってくるシャワーと、うん、マイク式のシャワーひねるやつがさ、うん、4個くらいついてるんだけど、どこを回したらどれが出てくるのかわけわかんなくなっちゃって、まあ、楽しめる。楽しいお風呂だった。うん、初めてだね、あんなお風呂は。そうだね。一応チェックインが15時から24時まで、チェックアウトが11時。結構長い時間も入れるし、もういつ入ってもいいっていうのがいいよね。ご飯食べた後でも入れる。そうだね、食べてから来てもいいかもしれない。そうそうそう。次また札幌に来たらここに泊まりたいなって思った。まあ、札幌に来た時はここに泊まるのが非常におすすめです。家族連れにもカップルにもめちゃくちゃおすすめ。安いし広いし快適って、全てがそうだ。自信を持っておすすめできるホテルですね。ということで、ランドレジデンシャルホテル札幌スイーツレビュー終わります。の北海道のスーパースター大泉洋さんも訪れるお店だそうです。大きな心の音肉みたいな、肉。